アレクサンダー・ジョナサン・ゴードンは、アメリカ合衆国ネブラスカ州、ランカスター軍リンカーン出身の元プロ野球選手。右ト左ヒだ。愛称はコルド。2005年のドラフト入団時から引退まで一貫して、ロイヤルズとその参加のチームに所属した、フランチャイズプレイヤーである。ネブラスカ大学リンカーン校では、ゴールデンスパイク賞に選ばれた。2005年の MLB ドラフト一巡目で、 カンザスシティロイヤルズに指名され、9月29日に契約した。同年はすでにシーズンが終了していたため、アリゾナフォールリーグに参加。一塁手としてプレーした。2006年は、参加の AA 級、ビチタラ・アングラーズで三塁手に転向し、打率325、29本塁が101打点を記録、マイナーリーグ MVP にも選出された。 2007年に開幕スタメンの座を射止め、4月3日にメジャーデビュー。4月7日にはメジャー初先発となった松坂大輔から初ヒットを放っている。結局シーズンを通して3塁のポジションを守り抜き、打率247、15本塁打、60打点を記録した。2008年も引き続きレギュラーの座を維持し、2年連続で規定打席に到達。 前年よりも出場試合数が17試合減少した中で得点、本類打、支球などの数字を増やし、打率、出塁率、超打率、オプスなど、率の数字すべてを引き上げた。2009年は股関節の軟骨を痛め、出場試合数が49試合に減少した。2010年は A 級ウィルミントンブルーロックスで開幕を迎えると、1週間後に、 トリプル A 級オマハロイアルズに昇格。その後、すぐにメジャー昇格を果たしたが、成績不振に陥ると、ジョシュフィールズとのポジション争いに敗れてマイナーに再降格され、そこで外野手転候を目指し、左翼手一本で出場した。後半戦からメジャー再昇格すると左翼手のレギュラーに定着し、74試合中55試合に左翼手として出場した。しかし、 打撃不振は改善されず打率215という数字に終わった。2011年は正式に外野手登録となり左翼のレギュラーに定着。シーズンではついにその素質が開花。打撃では打率30323本塁打87打点を記録。守備では初めてゴールドグラブ賞を獲得した。 2012年3月30日に4年3750万ドルで契約を延長。シーズンではリーグ最多の51二塁打を記録。左翼手として2年連続のゴールドグラブ賞と自身初のフィールディングバイブルアワードを受賞した。2013年は主に一番打者として起用されたが、打率、出塁率を下げたほか、二塁打も前年の約半分にまで減少した。一方で、 チーム最多の20本塁打を放った。オフには3年連続となるゴールドグラブ賞を受賞した。2014年は6番打者に固定されるとチームの主力として活躍し、チーム29年ぶりのポストシーズンワールドシリーズ進出に貢献した。また4年連続となるゴールドグラブ賞を受賞したのと自身初めてプラチナゴールドグラブも受賞した。 2015年7月8日のタンパベイレーズ戦の4回表の守備でローガンフォーサイスが打ったフライを追いかけてガイアフェンスに激突して股関節を痛めて途中交代した。翌日から故障者リストに登録された。9月1日に戦線復帰した。この年は104試合の出場に止まった。投類も2つに止まり連続2桁投類は4年でストップした。 ニューヨークメッツとのワールドシリーズの第一戦、スコア3から4の9回裏1アウトの場面で、クローザーのジェウリスファミリアから、騎士改正の同点本塁打を放った。11月4日に契約オプションを自ら破棄して、FA となった。2016年1月6日に、ロイヤルズと4年総額7200万ドルで契約を結んだ。五月十二日のシカゴホワイトソックス戦で、守備時。 チームメイトのマイク・ムスターカスと交錯して、右手首を骨折し、故障者リスト入りとなった。最終的には128試合に出場して2年ぶりに、規定打席に届いたが、打率、220、17本塁打に止まった。2017年は147試合に出場したが、打率20、208,9本塁打、45打点に止まった。 オフに4年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞した。2019年は150試合の出場で打率。266、13本塁打、76打点だった。オフの10月31日に、再び FA となった。2020年1月22日に、ロイヤルズと単年400万ドルで再契約を結んだ。9月24日に、同年限りで、 現役引退することを発表した。27日のデトロイトタイガース戦に先発出場し、2回表が始まる前にベンチに退き、14年のキャリアを終えた。オフに4年連続8度目のゴールドグラブ賞を受賞し、優秀の美を飾った。2021年4月1日のフルスロイヤルズとレンジャーズの開幕戦で始球式を務めた。ありがとうございます。